シーク12万人 THNAKYOU セキューバー汚ねえ喜び方すんだ皆さんこの度ですね、このピオキングというチャンネル登録者数が12万人を達成することができました。本当にありがとうございます。じゃあ本編入っていきましょうもうちょっと感謝の気持ちを話せ。まあ正直ですね、12万人ものチャンネル登録者数がいるとか自分には身の丈に合ってないようなことだと思っております。でも嬉しいね、そんなにたくさんの方がこちら側に来てくれて。ただし一つだけ言っとくぞ、早く病院に行ってこいいや本当にみんなありがとうね。ということで本編入っていきましょう。どうも12万キングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、ソニックストロールということで、音速のトロールコースということでしょうか。まあソニックといえばあの青いキャラクターのソニックを思い浮かべる方結構いると思うんだけど、速いトロールコースってどういうことなんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.84%。 そういやさ、最近実写ライブしたんだけど、声と顔のイメージが全然違うってよく言われるんだよね。みんなどんなイメージしてんの。僕ただのガリガリだから、あっあっいって、あっあっギャイワクトゲピー、面白いじゃねえか制作者さんよ。ソニックっていうのはそういうことだったんだね。早い何かが押し寄せてくるみたいな。あー、どこから来るか分かってんだって。罠が早すぎるからさ、全然避けれないんだって。お前どっか行っとけいだめでもバレがあんのかさあここはちゃんと避けて、もう右だ。この土下座が強すぎる。全然この左下から進まねえ。さっさ右に行こうか。これで大丈夫でしょう。やめろやめろ、無機物絶対に来るなよ。オッケーオッケー。さあ扉に入っていこう。やっと次の場面進めてな。そして右上に鍵、そして左下にも鍵。右上が怪しいと見た、だから右上に行こうか。この右開くんじゃないの。開かないか。多分こっちが開くんだよ。だから左から取れば正解だ。はじゃー、じゃあ右上の鍵取れないのかな。一旦フェイントかけてみる。あ、フェイントかけても花は出てこない。っていうことはさ、このバネに乗ってジャンプしたらあのブラッパが出てくるんだろうね。っていうことはこの左下が正解だ。何もしてくるなよ。左下取った瞬間すぐ上にジャンプだこの鍵を取って右を進化しておけばいい。そしたらこのダブル花をかわせるっていうことだろう。見たか、これが僕の実力さ。ほぼ全ての罠に引っかかってますけど。さあ、あの四角の枠は何だい。一旦あそこまで行って叩いてみようか。叩いた瞬間左に逃げる。あ、何もないんだな。っていうことはさ、このハテナブロックを叩いてこの四角の枠に逃げておけばいい。いや絶対違う、上から何か来るんじゃねえの。頼む、何も来るな、絶対来るなよ。頑張ってみ。もう絶叫しないわ。いつもね絶叫しないしない詐欺してるけど、今回マジでしない。たまにコメントでね、もうちょっと静かにやってもらえますか、落ち着いてやってもらえますかっていう意見も多いから、逆にやる気なくしていこうかなと。実はそっちの方がピオキングいいんじゃねみたいなどっか行ってよ危ねえだから本当に落ち着いてやっていく、そしてやる気もなくしていく。やった、中間ポイント取れました。こっから先に進んでいきますか。あー、ここをジャンプすればいいんでしょう。そうしたらどうなる。何も出ないね。あー、なんか来てる来てる。あー、やばいやばい、無機物。さあ中間ポイント取ってるかな。気持ちの余裕はバリバリマックスキングだよ。なんかやる気ない自分が気持ち悪いかな。このテンションに戻ってきたよ。ここはジャンプしてこの場所に追っておけば大丈夫っていうことだったね。さあ行きましょうマリー。さっきと違うやんかー。ビン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 。語彙力のかけらもねえだ今日。でもね、僕に語彙力を求めてるっていう意見の人の方がめちゃめちゃ少なかったね最近。そういうの別にピオキングに語彙力を求めてないみたいな、ただ壊れてればいいみたいな。ここなんか来るんじゃないの、来ないね。上で一瞬エイジが出てきたってことは、あの土管にすぐに入らなくちゃいけない、そういうことだと思う。だからここですぐ左ダッシュだ。土管にありませんね。ここね、よく見たら右下に行けって書いてた。全然気づかなかった。じゃあね、このドアに入っていこうか。そしてね、上にキノコがあるって書いてるよママ。キノコどうやって取るんだろうね。一旦右に行ってみようか。右に行ってこの50個を信用しない方がいいと思うんだよね。で、ここオンオフあるけど、このオンオフを叩いて大丈夫。ん
ブーンと出てくんだ。全てのトリックが見切ったところでちゃちゃっと攻略していきますか。ここは上の記録を取っていく。なるほどね、この砲台が出してくれるっていうわけか。右怪しいぞ、ここ何かあるんじゃないのか。何もない、50コインだけは回収していくぜ。私は怪盗ピオキング。どんなのこれは。なんか新耐久みたいな見た目してんだ。右に行けばいいのか。これ絶対オフがあるんだろ、分かってるんだよ、そんなことは。で、左に行っても左にもう一回オフが変わってるんだろ、分かってるんだよ、そういうこと。じゃあどうすればいいの。もう一回右に行くよ。いや右に行っていいのか。いや一旦右に行こうか。え、これマジで永遠なんだじゃない。ねえ、今ちょっと変わるんだけど、これ永遠なんじゃない。え、なんかあるここら辺。いや、こんなところでコインコインはできないって。いや、これもう常に無限にしていくしかないな。なんかさ、チョロップがやられてんじゃん。右、あ、これでいける。なんだ、何が出てくる。僕はどうやってやられればいいんだ。50…違う、509251。どういうことなんだろうね、これ。さっさと出てこっか、魚。さっきさ、怪盗ピオキングって言わなかった。もういい音出してんだから、そんな子供みたいな言葉使うなって。じゃあここはジャンプすればいいの。そしたら大丈夫っていうことなんだ。ツタが出てきてくれんのね。そしてここはチビになっていけっていうことかい。ここは壊れないのかい。壊れないね、隠しブロックもないみたいだ。じゃあ一旦ここでチビになって右上の土管に入ろうか。土管に入らせてくれる、この右下開くとかそういうことはないね。さあ土管に入っていこう。チェックポイントにそろそろあってもいい頃だと思うんだけど、この矢印信用していいのかい。イージーって書いてるな。一旦右までゆっくり行ってみようか。信用するぞ。何もないだろう。あ、本当に何もなさそうだ。お、じゃあ行っていいんじゃないこのまま。何ここ。あ、なんかイージー消えた。左に行けってことかな。うわ、どうなんだろう。土管に入れねえよこの生ゴミが。皆さんお分かりいただけただろうか。何をかは秘密にしときます。ここは右に行ってすぐ左に行く。これで合ってんじゃない。イージーが消えた瞬間にすぐ左。俺イージーいつ消えんだろうな。一番右まで行く、そしてすぐ左に行く。オーケーオーケー。そんでもう一回この土管に戻れっていう感じかな。さっき右下ブロックが空きそうなところあったからここが開く。オーケー。さあここで中間ポイント頼むよ。なんだよブラッパパクパクすんだって。後で加えてやるから。いや違う、加えさせてやるから。中間ポイント見えたね。あの中間ポイント絶対物にしたいけどできない自信しかありませんね。そんでこのコースね、さっきからうすうす感じてたんだけどやったことあるわ。もうさっきのイージーで思い出した。じゃあここはオンオフしてすぐ右押しっぺ。やったことあるっつってもファミワン。間違えたここに入ってきてしまった。いやでもね、僕思ってることがあるんだよな。めちゃめちゃ早く行けばあの針に当たれるみたいな。死体救命士を舐めるな。ひゃっ、え、何これ。絶対的なこと分かんないけど、これやられないみたいな。頼む、出せ、ここから出せ。ガマ発見しました。皆さん、スタートからやり直してきました。中間ポイント2を目の前にスタートからやり直してきました。このコースも中間ポイント戻しないでいいですわよ。さあここは魚に気をつけていきましょうか。そしてこの焼き魚を回避していく。何をするのよ。このコースしたことあるって言ってたと思うんだけど、やっぱ全然覚えてないな、罠。まあ覚えてたら動画がしてないと思うんだけど。さあ早めにここは、ね、右に行ってあの中間ポイント取れるのかい。右ダッシュして取っていく。やってよみんな。ここオンオフしていいんだけど、もう何が来てもいいもんね。どうでも何でも来るがいいさ。本当に出てくるとか思わないじゃん、罠が。じゃあオンオフしてすぐ左に行けっていうことで。そしてこのハテナブロックは何、鉄球が出てきてボメ、何をナメック星人か。上のハテナブロックは無視していこう。すぐ上のドアに入ればいいっていうことなのさ。上のガリガリは何なんだ。この隙間がすごく怪しい。隠しブロックとかあるんじゃないのか。何もないようだ。じゃあ先に進んでいいみたいだね。ニヤニヤしてんじゃねえ。右のこの近くの枠行ったら襲ってくると思う。僕は襲ってくると思うね。意外と何もしてこないのな。あ、じゃあこっち行っていいの。あのキノコ怪しすぎる。一旦ここジャンプしてみようか。残
タコは引っ込んでろ。いや絶対にあの USB キノコ取らない方がいいって、上に隠しブロックがあって積むパターンだよきっと。怪しすぎるもんだって。じゃあ一旦魚を避けていく。USB 取ってみるもん。この際だからさ、何があるかちょっと気になってきたよな。みんなのせいだからね。僕一人でやってたら絶対にここ行ってないと思うもん。みんなが気になるって言うから行ったんだからな。ここじゃあどうやって行けばいいんだろうな。 USA キノコ次は取れますよみたいな、うん、行ってみる一旦。はい、ダメ。ここの行き方がわかんない。どうすればいいの。あ、今さなんか開いたじゃん。このアームが開いた状態だったら、あ、行けるんだな。え、じゃあさっきなんでやられたの。開いてなかったらやられるみたいな。ちょっとそれがよくわかんないよな。じゃあここも一旦チビになっていけっていうことで。そして左にはハテナブロック、上は何がある。いや、どうしよう。ハテナ叩いてる。この鉄球が来る予感しかしねえんだよな。叩いて右ダッシュ。うわーい。まあ僕の予想通りだったね。鉄球が来るっていうさ。じゃあここは上に行っていいのかな。一旦右に行ってみようか。そのまま何もしないで。あの鍵怪しいもん。だからここで鍵が手に。ほらね、見て見て、この洞察力を。さあ、ご、ご、わかった、もう帰る。実家に帰ってくるもんで、お父さんお母さんばあちゃんちいちゃんに会ってくるもんで、不合格まで帰ればいいのか。そこまでしてなんかわかるんだろうな。なぜ作者。あー、なんかいい感じに喉が作れてきたね。多分今めちゃめちゃ汚い声が出せると思う。そんな誰も止めてねえって。ここ上に行けばよかったのね。オッケーオッケー。そしてチビになってこの土管に入ればいいと。そろそろゴール近いんじゃない。イエーって書いてるで。頼む、ゴールを会ってくる。いや、こん中にあるんじゃない。どっかにあると思う。オンオフをしてすぐ右に行く。いや、まだワンチャンあるよ。オンオフしてすぐ右に行く。オッケーオッケー。あのね、右下すげえ怪しいんだよな、あの隙間。あそこら辺にゴールが隠されてるとかそういうことはないのかな。で、こっちにも行けそうなんだけど、あ、リフトに乗って行けってことか。いやー、素直に進ませていないとは。まあ、だから、ここは一旦左の方から。合ってる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 。このままドアに入らせてる。やったーっていうか、今右下にゴールが見えたよ。じゃあこっちは何なんだい。中間ポイントも戻しっていうわけじゃなさそうだ。ここ閉じ込められるだけだ。オッケー、バカ子さま。皆さんお分かりだと思いますけど、僕はめちゃめちゃ噛む人間なんで、そこんとこだけご了承ください。じゃあここはドアに入らず右の方に行けばいい。そしたらね、ゴールが見えたんだよな。オッケー。あれ、ゴールできるのか。ゴールさせてくれるのか。何も来るなよ。やったいや、ソニックっていうのはね、やっぱ最初のところのことだったんだろうね。すごく楽しいコースをありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。サムネ映え、3つの柱を越えるだけというこのコース。説明文に初めての一発マリオです。人によってはすぐクリアもあります。サンキューフォープレイング、プレイしてくれてありがとうって書いてるんだけど、あのプレイング、リオキングで見えてしまうのは僕だけでしょうかね。いつも見えてしまうんだよな、ピオキングって。どんな自意識過剰野郎だなって思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.67%。 まあサムネを見る感じ、一回も着地しないでゴールっていうゴール条件なんじゃない。あー、やっぱりね、そういう感じか。ってことは、あの柱に足をつかずに渡れっていうことだと思うんだけど、これ普通のジャンプでいけないのかな。時間10秒しかないのか。いや、結構きつ。いや、無理か。あ、もう分かった、これだ。ここをヒップキャンしながら右に進んでいくんじゃない。もう分かってしまった。自分が怖いね。さすが一発マリオ名人だ。じゃあここで壁キック。いや違うんだって。ここで壁キックしてどんどん上に行けっていうことだと思うんだけど、いや意外とむずけえなこれ。いや、ていうか行けんの。なんか行ける気がしないんだよな。もしかしたら別の行き方かもしんないね。分かっちまった。くるくるで、くるくるじゃーん。右の柱壁キックしてみようか。ここで壁キックして、あ、はいはい、これ壁キックしてもう一回壁キックみたいな。いや、なんかいけそう。これじゃない。攻略を見つけたぞ。絶対やってるこの生き方で。あとは空中くるくるをどのタイミングでするかなんだけど、いや惜しい。くっそ。あとちょっとなんだけどな。ちょっと勢いつけていってみる。右左からのなるべく助走をつけた状態でジャンプ。これでいけないから絡む。なめるな。このコースをクリアして壁キック名人、そしてくるくる名人になるんだ。やったー。
いやこれね本当に難しいよ。画面だけだったらめっちゃ簡単そうに見えない。ただ画面キックとくるくるするだけだもんな。でもねやったらわかる、本当に難しいのこのコース。ぜひ皆さんもやってみてはどうでしょうか。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよきんぐのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。